恋愛の熱が続く期間は。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、クリスマスシーズンということでね、ちょっと恋愛ネタをお話したいと思うんですけど、恋愛した時にね、最初こう熱々のカップルだったのが急に冷めていくとかですね、あるいはまあ付き合い始めた時は結構しょっちゅう会ってたのにそれが急に冷めていくと、そういう熱愛みたいなのが続く期間っていうのはどのくらいなのっていうことがあると思うんですね。結論から言いますと3ヶ月です。短いかもしれないけどね、3ヶ月っていうのは非常に重要な期間なんですね。これはドーパミンと関係してると思うんですけど、恋愛してる時に脳内ではドーパミンとあるいはオキシトシンといったですね物質が出てると思うんですけど、心臓がドキドキしてる時はだいたいドーパミンが出てると思うんですね。ドーパミンは心臓をドキドキさせる作用を持ってますので、大好きな人のことを考えた時に心臓がドキドキしちゃうってあると思うんだけど、そういう時はドーパミンが出てると思うんですね。ドーパミンっていうのはモチベーション物質です。仕事頑張ろうとかですね、そういう時にもドーパミンっていうのは出てるんですけど、ドーパミンで目標設定してる場合ですね、3ヶ月ぐらいまでは頑張れるんですけど、3ヶ月して何の効果が出なかった場合はもうそこでシューンとなってしまうというのがドーパミンの一つの特徴なんですね。じゃあその場合どうすればいいかって言った時に、3ヶ月で何らかの効果が出ればいいんですね。例えば仕事であれば大きな成果でなくても小さな成果が3ヶ月頑張ってこれだけの結果が出た、うん、これはなかなか悪くないぞ、じゃあまた3ヶ月頑張ろうっていう風になっていくんですね。ここで3ヶ月目に何も出ないとポーンとやる気がなくなってもうやめたってなっちゃうんです。恋愛の場合もですね、この3ヶ月というのは結構重要で、例えば友達としてご飯を食べに行くようになってから3ヶ月であるとか、付き合い始めてから3ヶ月という期間が非常にホットなんですね。つまりその間に何かアクションを起こしてですね、次のステップに踏み込めばですね、また次の3ヶ月という形で盛り上がってどん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 ステップアップしていけるということですね。だから何かアクションを起こすのであれば、例えば初めてのデートからね、3ヶ月以内に何かアクションをね起こさないと旬を逃してしまってそのまま終わってしまいますよってことがあります。もう一つ重要なの期間として3年っていうのがあるんですね。これがね、これは継続的に付き合い始めたカップルの重要な期間なんだけど、3ヶ月3年っていうのは非常に重要で、これはビジネスとかも同じでですね、3年やってですね、ある程度まとまった効果が出ないと大体もう嫌になって辞めちゃう人が多いんですね。起業しても大体3年持たない人が多いんですけども、恋愛なんかも同じで3年を超えるとマンネリになるとかいうふうに言われるんですね。これも多分脳内物質のモチベーションとの兼ね合いでですね、ドーパミンモチベーションっていうのはやっぱ3ヶ月3年っていう一つの区切りがあって、中学校や高校が3年っていうのはね、これはなかなかいい期間の設定になってるんですよ。これが5年6年ってなってくるとですね、慣れてきちゃうと思うんですね。そういうことを含めて、まあ、3年という数字があって、恋愛でも3年っていうのが重要です。ですからもしプロポーズとか考えてる人がいたら、3年をまたぐとですね、今熱々だからもっと関係性が深まると思うかもしれませんけど、逆に3年を超えると恋愛は冷めていくというのが一つの生物学的な特徴としてありますので、ということを踏まえて3ヶ月そして3年を目処にですね、勝負に出た方がいいと思います。本を読みたいけども本を読むのに何時間も時間かかってしまう、あるいは何日も時間かかってしまうという話をよく聞きます。そんな人のために速読なしで15分で本を読む方法というですね、動画セミナーを作ってみました。速読なしでもですね、簡単にある程度の水準で本を読んで内容を理解することができる、私なんかが毎日やってる方法です。ぜひこの方法を学んで皆さんの読書に役立ててください。動画の下のですね、説明欄の URL から無料でダウンロードすることができます。